今日は3月29日の木曜日です。胡蝶蘭を描きます。まず胡蝶蘭の枝をまず描いてみましょう。ここに先から描いていきます。ここに胡蝶蘭のつぼみがありますね。胡蝶蘭の蝶の羽のような感じのお花ですけども、ここにも綺麗な可愛い胡蝶蘭の花びらが咲いています。この下の方にも小さな胡蝶蘭が見えています。胡蝶蘭の葉っぱも奥の方に見えていますので、これもデッサンしておきましょう。胡蝶蘭のデッサンができましたので、彩色に入ります。ちょっと赤紫のような感じの胡蝶蘭を彩色していきましょう。胡蝶蘭の花びらの先が少し赤く感じますので、そこを赤く塗ってみます。お花の彩色ができましたので、今度は胡蝶蘭の葉っぱを彩色しています。胡蝶蘭の茎のようなところ、茶色く塗っておきましょう。これで胡蝶蘭の絵が仕上がりました。